皆さんどうもこんにちは、キャベツです。以前はですね、プレイステーション5のスペックや機能をご紹介いたしましたが、結局気になるのは何のソフトが発売されるのということですよね。今回はですね、プレイステーション5と同時に発売される、あるいはその後に発売されるような気がするようなゲームソフトをご紹介していきたいと思います。グランツーリスモ7、ローンチタイトルではおなじみですよね。このレーシングゲームの王道グランツーリスモが今回独占タイトルとして発表されています。しかも今回はですね、レーシングゲームの代表格でもあるグランツーリスモがなんとバーチャルリアリティ VR になって登場です。やったことないんですけどね、僕は。次世代 VR にも期待されるのが VR のレーシングゲームということで、かなりの期待大となりそうですね。かくいう僕は実はレーシングゲームが全くやったことがないので、グランツーリスモも全くやったことがございません。しかしですね、次世代の VR がかなり期待をしていますので、もしかしたらやるかもしれません。毎回のことですが、レーシングゲームはかなりグラフィックに凝ってますので、今回 VR ということで一転するのもさすがに恐怖があるのではないでしょうかというふうに思います。はい、 PUBG 4K リマスター、世界中のユーザーに爆発的な人気を誇るバトルロワイヤルジャンルの作品。そんな PUBG が 4K リマスターとなってプレイステーション5に登場します。イエイ。プレイステーション5は 4K と 8K に対応しており、美麗なグラフィックにも注目が寄せられていますが、その性能を十分に生かしたバトルロワイヤルが開催されるということで、これまた楽しみな作品となっております。しかもですよ、基本プレイは無料。プレイステーションプラスには加入する必要はあるそうなんですけれども、ソフトを買わなくても1日中遊べそうなこの PUBG、 もうやるしかない。スマホの PUBG とか荒野行動なんてもうアンインストールしてしまえ。全世界のキッズたちが PUBG をやることによって学校の運営が成り立たないというような景色が見えますが、なのでゲームはやりすぎには注意です。しかしゲームが大好きな君はもうやっちゃおうね。さあ次はラストオブアス2リマスター。ノーティードッグが開発し、ソニーインタラクティブエンターテインメンツが公開する今後のアクションアドベンチャーゲーム。前作ラストオブアスの5年後に設定されたプレイヤーは19歳のエリーを操作し、感染者がはびこる世界を生き延びていくストーリー。今作自体は2020年5月29日に発売予定ですが、もうすでにプレイステーション5のリマスター化が決定しています。ちょっと早くないですか。プレイステーション4版でもかなりのリアルなグラフィックを誇り、プレイステーション5で一体どうなるのでしょうか。もはや現実なのだろうか、いや現実を超えてその先に行ってしまうのだろうか。僕もプレイしたことはあるんですけれども、一作品目からゾンビものとしての緊迫感と、そこに敗退した世界観が確立して、控えめに言って神ゲーでした。より映像美になったことで臨場感が増すことを期待しております。っていうか、まず発売してくれ。ゴーストオブツシマ。ゴーストオブツシマはインファマスなどを手掛けたサッカーパンチプロダクションというプロダクションが制作する海外産のサムライオープンワールドゲーム。海外のサムライと聞いて少し不安になる方もいらっしゃるでしょう。しかし舞台は1274年、ツシマに大量のモンゴル帝国軍が攻め込み、故郷をめちゃくちゃにされた主人公ジンが故郷をモンゴル軍から救うために一人戦いを始めるという物語です。いや、めっちゃちゃんとしとるやん。はい、ストーリーがちゃんとしております。本作の物語はオリジナルのフィクションであり、史実をもとにインスピレーションを受けながらも歴史そのままに作ったわけではないとのことですが、プロモーションビデオでも分かるようにキャラクターの顔出しや動き、世界観は鎌倉時代の日本を忠実に再現しており、美しい景観とともに猛虎の襲来が起こる物語は魅力しかありません。しかしですね、こちらもラストオブアスと同じように発売も全くされていません。加えて今作は PV が公開されて以降ほとんどの情報が出余っていないのです。しかしプレイステーションの独占タイトルと発表されており、プレイステーション5にも発売されると発表されています。いやー、どうなるのか全く分かりません。しかし期待だけはしおこう。バトルフィールドバッドカンパニー3。エレクトロニックアーツから発売されたファーストパーソンシューティングゲーム、バトルフィールドバッドカンパニーの続編がプレイステーション5にでも発売されることが発表されています。この手の FPS は毎年出ているようなイメージがありますが、結果的にバグや内容が少し心配ですよね。しかし圧倒的なファンたちが購入することは間違いありません。今作の時代背景はベトナム戦争から冷戦がテーマとなっており、マップはバトルフィールド4や1のような全面戦争ではなく、タイトなゲームプレイ、バッドカンパニー2やバトルフィールド3に類似したものとなるようです。また問題になったような課金システムは今のところ非採用とのことで、課金反対勢の人たちにはかなり嬉しいことのようです。ということで現在判明している作品は以上となりますが、次は発売されるであろうと思われていたり噂が流れている作品をご紹介いたします。まずその作品とは、皆さんお待ちかねのグランドセフトオート6。イエー。
さあ現時点で全世界販売本数1億円を売り上げているモンスター作品、つまり日本人のほとんどが GTA をやっているものでしょう。恐怖ですね。前作の GTA5 も非常に人気の高いタイトルとなりましたが、次の GTA6 はどうなるのでしょうか。 GTA シリーズはこれまでアメリカを舞台にしています。多種多様な文化が根付き、世界をリードしているアメリカだからこそ、様々な物語が生まれるためです。そのため、GTA6 の舞台もアメリカになるのではないかと見方が有力となっています。ところが、次の GTA の舞台は東京になるというリーク情報が流れているのをご存知でしょうか。日本の魅力的な文化を浸透させ、これまでとは全く異なる GTA を開発しているとリーク情報は続いています。まだ公式から発表はありませんが、もし日本が舞台になるならば、日本の GTA ファンにとっては嬉しい限りです。また GTA6 はプレイステーション5が1ヶ月独占となるようなので、いち早くプレイしたい方はプレイステーション5が必須になっております。またこちらも噂にはなるのですが、 GTA6 からの新要素として飛行機で海外に行けるといった機能が追加されるそうで、今まで一つの街でしか冒険できなかったのにこの変更はアウトでもギーありがとうという風な感じで、 GTA6 これまた期待と夢が膨らみんごの作品となっております。さあ次はザ・エルダースクロール6、また6だな。ベセスダ E32018 ショーケースでザ・エルダースクロール6を開発中であることが不意に発表されました。今現在ウィッチャー3が世界一評価されたゲームとなっていますが、それを越す可能性を秘めたゲームはこのザ・エルダースクロールシリーズでしょう。ただプレイステーション4ではスカイリムが未だに現役で楽しむことができているため、わざわざ早まってプレイステーションに出す必要はないのではないでしょうか。発表からまだ間もないためローンチの可能性は低いですが、プレイステーション5での発売はほぼ確信でしょう。自由気ままに遊べる箱庭ゲーというのは1作品目からは変わらずですが、おそらく一般的に知名度が高いのはエルダーズスクロールシリーズの4作品目オブリビオン以降なのではないでしょうか。各言う僕はですね、スカイリムとオブリビオンをプレイしたことがあるんですけれども、どちらも最強にハマりました。もうとにかく遊び倒しました。エルダーズスクロール6の発売はまだまだ先なので、エルダーズスクロールファンの同士、とにかく今は妄想を膨らませつつ、いつ発売されるかその日を全力で楽しみにしてみましょう。最後にご紹介するのはゴッドオブウォー2。プレイステーション4にて2018年に発売されたゴッドオブウォーのリブート作の続編、発表はされていませんが、ゲームの終わりからしても世界の神々という題材の豊富さからしても続編はあると考えています。またプレイステーションブランドの代表的なゲームの一つであるため、グラフィックの凄さや表現の素晴らしさからしてプレイステーション5の性能を見せつけることのできるゲームだと思うので、ローンチにふさわしいゲームなのではないでしょうか。またゴッドオブウォーのディレクターコーリーパログロゴとパルログはゴッドオブウォーの新作について少なくとも5作品は計画を立てているとのコメント。ちょっと多くないか。どのくらい先までシリーズの未来を計画しているのかと聞かれたバルログが5本と答えています。最新作は開発に5年かかるということを踏まえて、5本のゲームを作るということは25年以上かかる可能性がある。ちょっと気の遠くなるような話ですが、海外では相当売れているみたいなので作らない理由がないでしょう。まだまだ世界も広げられますし、アトレウスの成長を描いてもいける。とにかく期待しております。さあということで、いかがだったでしょうか。個人的には早くゴーストブツシマの情報が出てきてほしいところなんですけれども、ちょっとねなんかいろいろ既視感を感じるんですよ。カプコンのディープダウンという作品を皆さんご存知でしょうかね。こちらはですね、プレイステーション4が発表された同時期ら辺で発表されたカプコンのゲームなんですけれども、期待させて発表せずにフェードアウトしたゲームですっていう感じで、ゴーストオブツシマはこういう風になってしまうのではないかと危惧しているわけなんですけれども、これだけは本当にやめてくれ。まだまだこれからプレイステーション5の新情報が発表されていくと思いますので、随時チェックして動画としてご紹介していきたいと思っております。チャンネル登録をグッドボタン、 Twitter やインスタの登録もお願いします。ほなまた。